はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、コンビニで利用可能スマホ決済まとめということで、PayPay、LINEPay、MeluPay、D 払い、ゆうちょ Pay などということで、今回はですね、コンビニで使えるスマホ決済についてお伝えしていこうと思います。それでは早速、今回はこちらの画像を参照させていただきます。いやーもう見る限り見事なカオスっぷりですね。もう以前はキャッシュレスのカオスマップについてお伝えしたんですけども、コンビニでまとめるとここまでなるのは、さすがに便利ではあるんですけども、もう見事ですね、ここまで来ると。やっぱりもうこう見て圧倒的なのは、PayPay と LINEPay ですよね。もう僕はもう普段はキャンペーンが落ち着いてる時は、まあ PayPay と LINEPay の利用頻度は結構高いんですけども、まあ PayPay は 3% の還元、あとはペイペイチャンスがあったり、 LINEPay もたまにローソンやファミマの100円引きのクーポンをもらったり、あとは7月いっぱいは 3% の還元もあるので、今のところは結構使ってますね。次は真ん中ぐらいにある楽天ペイですね。こちらもセブンイレブン以外は使えますね。でこれよく見たらローソンはほとんど対応してるんですが、これ意外だったのがミニストップもほとんど対応してることにびっくりしましたね。まだ一度も使ったことがないので、どこかのタイミングでミニストップでちょっとやってみようかなというふうに思ってます。そして少し気になるのが、やっぱ下の方のセブンペイとファミペイですよね。まあさすがにセブンペイがローソンで使えたり、ファミペイがセブンイレブンで使えたりする可能性ってのは低そうなんですけども、やはりコンビニだけに特化した決済サービスを出すと、やっぱりこんな風に範囲が限られてきますよね。あとですね、ちょっとした出来事がありまして、その時につぶやいた内容がこちらなんですけども、まあちょっと読みますね。今朝ローソンにて楽天ペイで決済をする際に決済できませんでしたと返されました。一応楽天側に問い合わせしましたが、何も問題なし、もしかしたら店員さんのミスによる可能性もありとのこと。店員さんしっかりしてって一瞬思いましたが、これだけ決済方法があるとこんなことも起きるわなと勉強になりましたということでした。最初ですね、僕も決済できない時にあれってなったんですよ、お会計してる時に。でその時は LINEPay でもう渋々支払いをしたんですけども、家に帰って楽天カードとか、あとは楽天ペイ側に問い合わせしても特に問題はないとのことで、まあツイートにもあったようにですね、もしかしたら店員さんが処理を間違えただけかもしれないらしいんですよね。まあさすがにこれまでですね、本当に決済方法が出てくると、そりゃ店員さんも覚えるの大変だなということと、あまりこのパターンはないかもしれないんですが、もしですねこの動画を見てる視聴者さんで決済ができないなってなった時は、一旦店員さんにも確認してみてください。あと最近は減ったんですけども、決済処理をする時に店員さんもやっぱり結構操作が慣れてなくて遅い時はあるので、その時はのんびりですね、温かい目で待ってあげるのもいいのかなと思います。ちなみに逆パターンのバーコードを出す僕たちですね、僕もそうなんですけども、出す側も結構遅い時があるので、レジに並ぶ前に事前にバーコードを出しておくなど、頑張って操作に慣れていきましょう。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。